アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた友達が彼らの影に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年11月13日、場所は神戸王子スタジアムにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X3 リーグウエスト公式戦となります。広島ホークス対トライスターズの一戦がまもなく行われます。試合開始15時20分キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホームチームとして手前側に陣取っております。チームカラーネイビーのユニフォームをまとっているのが広島ホークス。1990年創部の中四国においてその歴史をとどろかせているアメリカンフットボールチームです。創部当時のチーム名は広島シルバーホークスと名乗っておりました。現在は広島唯一の協会加盟チームとして、アメリカンフットボール普及ままならない中四国においてその拠点となるべく、広島でアメリカンフットボールができる環境を維持しようと全力を尽くしております。その対戦相手となりまして、本日はバックスタンド側に構えましたのがトライスターズ。本日はアウェーのユニフォームホワイトをまとっています。1974年創部、アメリカンフットボールが好きなメンバーが集まりまして、アシアトライスターズとしてホークス発足。当時はプライベートリーグのチームでした。その後 X リーグに参戦を決め、長く活動を続けております。現在は病室とフィールドをつなぐというホスピタルフットボールと提携をし、アメリカンフットボール普及に邁進をしていますクラブチームです。この両雄による一戦がまもなく行われます。試合開始までしばらくお待ちください。令和4年11月13日、場所は神戸王子スタジアムにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X3 リーグディビジョン3、失礼しました、 X3 リーグウエスト第5節となります。広島ホークス対トライスターズの一戦が行われます。試合開始17時20分キックオフ予定です。これより両チームによる試合前のコイントスを行います。手前側に陣取りますのが本日のホームチームとなります広島ホークス。奥側に陣取りますのが本日はアウェーチームとなりますトライスターズです。この一戦、その前に行われました昭栄ブレザーズリードエフォートエールズの一戦によっては優勝を決する一戦ともなっていました。しかしその前の試合におきまして、昭栄が全勝優勝を決めましたので、この一戦は結果的には優勝争いに絡まない形になります。しかし広島ホークスはその初戦におきまして、その昭栄に対してあわや勝利を収めるという大接戦を演じました。この後戦力が充実し、現在はかなりの戦力を維持しておりますだけに、この初戦の敗戦が結果的には今シーズンの天下分け目の一戦という形になった次第です。しかし近年になくさらに充実を深めました広島ホークス、その戦力を来季に備えるためにも含めまして、この一戦大変注目したい一戦でもあります。トライスターズも一時期に比べますとメンバーが大きく変わりました。未経験者も含めましてその陣容大きくありまして、その戦力さらに発展し、いずれは X2 への昇格を目指さんとこの一戦に挑みます。そのコイントスの結果、トライスターズキックオフ、広島リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行われます。両チーム試合前のハードルが解けまして、まもなく試合開始となります。
まず試合はトライスターズのキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのはトライスターズ13番の中塚。森宮医療大学出身のルーキーです。大学時代アメリカンフットボール経験、学生時代含めてアメリカンフットボール未経験の選手がこの X リーグで活躍しています。さあ広島リターンに入りました。ボールをジャックしましたが、しかし23番右オープンへ展開。相手タックル受けながら自陣25ヤード地点の攻撃の起点を確保しました。この位置から広島の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは広島の攻撃となります。広島自陣25ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずは中央へのランプレーを選択しました。ランニングバックにハンドオフし中央突破を図ります。ランニングバック20番、これに応えまして約6ヤードのゲインを果たしています。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とします。この距離6ヤードが結果的に引き算されまして、次は広島自陣、広島セカンドダウン4、2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は4ヤードの状況になります。キャリア20番は玉山、京都教育大学出身。今度はクォーターバック3番、パスをボールをジャグルしましたが自らキープし右オープンへのランプレーとしました。結果的にこのランプレーによって約1ヤードのゲインとなっています。クォーターバック3番は山口、アジア大学出身のチームのバイスキャプテンです。攻撃権1つ変わりまして、広島サードダウン3回目の攻撃となります。攻撃権必要距離は残り1ヤード。この1ヤードを取りますと攻撃権はリセットされ、広島再び1回目の攻撃になります。それができるでしょうか。さあ中央へのランプレーを選択しました。キャリアは39番、相手タックル受けましたが見事粘りまして攻撃権更新です。トータル距離で10ヤードを超えましたので広島ホークスファーストダウン、1回目の攻撃となります。見事攻撃権更新果たしました広島ホークス。39番は竹内、関西大学出身のプレイヤーです。今季カムバックを果たしたプレイヤーでもあります。これにより広島は自陣31ヤードの地点からのファーストダウン10、1回目の攻撃という形に戻なります。攻撃権更新、必要ければ同じく10ヤード。このようにファーストダウンを繰り返すことによって攻撃は継続する形になります。さあ今度はクォーターバック自らが持ち込み中央突破を図ろうとしました。しかしこれはトライスターズのディフェンス集まりよくノーゲイン。ディフェンス陣が殺到しましてこのランプレーを阻止しました。失礼しました。クォーターバックは6番の選手に変わっていました。広島ホークス6番のクォーターバックは北野、愛媛大学出身のプレイヤー、ルーキープレイヤーです。広島ホークス1つ攻撃権失いセカンドダウンとなります。広島ホークスセカンドダウン10、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ今度はランニングバックに託しました。ハンドオフから中央突破を図らんとランニングバック21番にボールを託しましたが、トライスターズディフェンス集まりよくこのランプレー約3ヤードに抑えています。ランニングバック21番は岩田、立教大学出身のプレイヤーです。広島ホークスサードダウンの状況に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。ボールオンは自陣39ヤードにセットされています。
パス不成功。ここでクォーターバックはパスプレーに出ました。攻撃はボールの開始地点より後方より一度だけ前に投げることができます。この権利を活かしましてクォーターバック18番ワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、パス不成功でしたので、ボールは元の地点に戻され次の攻撃という形に変わります。従いまして広島ホークスフォースダウン7となります。さあこの最後の攻撃権で広島フォーメーションを変えてパントフォーメーションを選択しました。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしキックにより陣地挽回を図ります。これをトライサーズはリターンしません。キャッチのみのフェアキャッチとしました。このキャッチした時点トライスターズ陣31ヤードで攻守交代となります。今度はトライスターズの攻撃という形に変わります。まず広島ホークスの最初の攻撃シリーズは結果的にパントで攻撃権を放棄する形になりました。その反撃後手となりますトライスターズ、この最初の攻撃シリーズ生かすことができるでしょうか。ボールはトライスターズ陣30ヤード1にセットされました。トライスターズ自陣30ヤードからファーストダウン10。クォーターバック19番ハンドオフフェイから自らキープ、右オープンのランプレーで突破を図りましたが、しかしこれはディフェンス集まりよくノーゲインという形になっています。クォーターバック19番は久保田、京都大学出身のルーキーです。44歳のルーキープレイヤーです。失礼しました、ゲイン約1ヤードでした。1ヤードの獲得にはなっています。トライスターズ自陣31ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は9ヤード。ここでクォーターバック19番パスを投じようとしましたが、これを広島58番がリフレクトしましてパスを投げる際に叩き落としました。ファンブルとなりましたが、幸いクォーターバック自ら抑えております。しかし素晴らしいディフェンスの対応によりこのプレーを潰しました。素晴らしいディフェンス対応をしましたのは広島ホークス58番、亀山、日本大学出身のチームのバイスキャプテンです。これによりトライスターズ自陣26ヤードの地点からのサードダウン14の状況となります。3回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離14ヤードを獲得することができるでしょうか。これをランニングバックの総力に託しました。トスを投げまして左オープンへのランプレー、キャリア21番左オープンをつきましたが、しかし広島のディフェンス集まりよく攻撃権更新とは至っておりません。フォースダウンと変わります。トライスターズランニングバック21番は木田でした。三田翔星高校出身のプレイヤーです。トライスターズフォースダウンとなります。こちらもパントフォーメーションを選択しました。パンターは13番の中塚が務めます。このパントを転がりよく広島陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。双方ともこの試合の初手となります最初の攻撃シリーズはともにパントという形になりました。さあ互いにその様子見となりました序盤戦を終えまして、これから次広島2回目の攻撃シリーズに入ります。広島自陣30ヤードからファーストダウン10。さあランニング枠に太田さん抜けます。前が空いている、独走している、ナイスアーファーストアー。ランニング枠20番ハンドオフから左オフタックル突破、そこからサイドインが一気に疾走、
大きく陣地返しまして攻撃権更新です。広島ホークスファースト素晴らしいランを決めましたが、広島ホークスの20番玉山、京都教育大学出身。広島一気に相手陣22ヤード位置に入りましてのファーストダウンテン、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード、エンドゾーンまで22ヤード。再び中央のワンプレー、さらに抜けます。何は空21番相手ディフェンスをすり抜けるように約9ヤードのゲイン。キャリア21番は岩田、立教大学出身。これにより広島相手陣13ヤードに入りまして、セカンドダウン残り1ヤード。この1ヤードの更新をするでしょうか、それともエンドゾーンを狙うでしょうか。さあここでボールをファンブル。さあこのボールどちらが抑えたでしょうか。ここでクォーターバック3番に投げられたスナップ、ボールが乱れボールがファンブルとなりました。そのボールを抑えたのはトライスターズ。従いましてここで攻撃権が変わります。攻守交代、ターンオーバー。トライスターズ非常に厳しい状況、このチャンスを生かしまして攻撃権ダッシュとなりました。そのチャンス、トライサーズ生かすことができるでしょうか。トライサーズファーストアンテン、さあここでドロープレーを展開しようとしました。パスに見せかけたランプレーで相手の胸をつく選択をしようとしましたが、しかしこれは広島見事に対応し約3ヤードロスです。広島先ほどは大きなミスがありましたが動じません。逆にディフェンスで相手を押し返しています。トレーサーズ自陣14ヤードの位置からのセカンドダウン13。パスは成功。ここでクォーターバック19番、ワイドレシーバー88番にパスを通しました。しかしディフェンス殺到しまして、ゲインは2ヤードにとどまっています。パスを通りましたワイドレシーバー88番は松本、立命館大学出身。トライサーズサードダウン11の状況に挑みます。攻撃権更新なるでしょうか。成功。ファースター、ここでクォーターバック19番、中央に走り込んできたワイドレシーバー2番にパスを投じ、見事パス成功で攻撃権更新です。トライスターズファースター、パスを投じましたクォーターバック19番は久保田、京都大学出身。取りましたワイドレシーバー2番は大畑、大阪産、失礼しました、大阪産業大学出身のプレイヤーです。これによりトライスターズ攻撃権1回目のファーストダウンに戻ります。ボールオンは自陣30ヤードからトライスターズファーストダウン10。このパスは不成功。今度は外へ振るようにサイドライン際へのパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーあり、パス不成功となりました。パス失敗ですとボールは元の地点に戻され次の攻撃に変わります。従いましてトライサーズセカンドダウンの攻撃に変わります。
トレイサーズ自陣30ヤードからセカンドダウンテン。ここでランニングバックにトスをしまして右オープンへのランプレー。キャリア21番、相手ディフェンスの隙間を縫うように走りまして約4ヤードのゲインと3ヤードのゲインとしています。ランニングバック21番は木田、三田翔星高校出身のプレイヤー。ここでホイッスルです。ここで第1クォーター終了となりました。第1クォーター終わりまして広島ホークス0点、トライスターズ0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。